アムロナミエファーストアニバーサリー1996ライブエティマリーンスタジアムは日本の歌手アムロナミエの一作目のライブ映像作品である VHS は1996年12月4日発売 DVD は2000年9月27日発売発売元は A ベックストラックス会場の千葉マリンスタジアムセカンドアルバムスイート19ブルースを引っ下げ 1996年9月1日に千葉マリンスタジアムで行われたサマープレゼンツ96アムロナミエウィズ・スーパー・モンキーズの最終公演の模様を収録。このライブをもってアムロナミエウィズ・スーパー・モンキーズはグループとしての活動を終えアムロナミエ・マックスとして正式に独立することとなった。最終公演にはサム・ MCAT ・シーラ・ E ・小室哲也が ゲスト出演している。2005年3月24日に期間限定特別価格版が発売された。同年4月30日までの期間限定出荷。2000年9月27日に発売された DVD との違いは価格が廉価になったこと、パッケージがジュエルケースでなくトールケースになったことの2点。2012年9月16日にデビュー20周年を記念して、 期間限定スペシャルプライス版が発売された。同年12月25日までの期間限定出荷。オープニングとルコリラ ME、私を信じてハートに火をつけて愛して、マスカットダンシングジャンクレーニーダンス、アイワズ、エイフールプライベートドンと穴暗いアイルジャンプジョイボディ、フィールズエグジットレッツ・ドゥー・ザ・モーション・ユー・アー・マイ・サンシャイン、チェイス・ザ・チャンス・ゴー・ゴー、夢の速さで、ストップ・ザ・ミュージック、 ゲットマイシャイニンスイート19ブルース、ありがとうございます。